借管法。借管法とは、長さ、面積などの単位系の一つ。東アジアで広く使用されている。借管法という名称は、長さの単位に、差し、質量の単位に抜きを基本の単位とすることによる。ただし、管は日本独自の単位であり、従って借管法という名称は日本独自のものである。借管法といった場合、競技には、 日本固有の単位形のみを指す。借款法に対し、中国固有の単位形は、抜きではなく金であるので借金法という。本校では、講義の借款法として、中国を発祥として、東アジア一円で使われている、あるいは使われていた、単位形について説明する。日本では、計量法により、1958年12月31日限り、 土地と建物の計量については1966年3月31日、限りで取引や証明に借款法を用いることは禁止された。違反者は50万円以下の罰金に処せられる、計量法第8条、第173条第1号。なお、差しや寸に相当するメモリが付されているもの差し、借相とおメモリ付き長さ計は、正式に認められているものであり。 黙認されているということではない、口述。借官法は中国が起源である。西洋のヤードポンド法などと同様、当初は体の一部の長さや穀物の質量などが単位として使われていたが、次第に明確な定義が定められるようになった。その際たるものが、前巻末、竜の三刀歴にあるき小虚偽微説であり、長さは虚偽微、虚子を。 黒きびの一粒の幅を1分、0.1寸、ょうと呼ばれる音率を出す笛の管の長さを90分、9寸、とし、さらにょ小の管の容石、810立方分を1ゆえ、0.5合、ょ小の管に入る、巨きび1200粒の質量を12種、0.5両とした。この木、小巨きび説が、後の度量構成の基準となった。歴代の王朝が、 法令によって土壌法を定めたが、特に長さの単位は時代と共に長くなり、東大以降は一寸が三センチメートル程度でほぼ一定した。中国のほか、中国の影響を受けた東アジア一円、日本、朝鮮などでその文化と共に取り入れられた。その後各地で独自の進化を遂げているが、値は中国の東大のものからそれほど変化してらず、元の値を ほぼ保存している。現在は、借款法を使用していた国は全て国際単位系に移行しており、借款法を公式の単位としている国は存在しない。例外的に、真珠の取引単位は、直径はセンチメートル、ネックレス等の長さはインチとされ、質量はグラム表記したことで混乱を招いた歴史があることから、世界的に、門目門目単位記号は、マムが、 国際単位として使われている。日本では、計量単位として使用されることはなくなったが、取引や証明に当たらない軽量において、借款法の単位が使われるケースや、国際単位系の単位を表記に利用しながらも、借款法の値を設計者の思考上の計算、または内部的な計算に用いる例は見られる。これは、計算に用いるような内部的使用は、外部との取引、 証明に使われるわけでないので、計量法には違反しない他である。日本の事例としては、以下のものが挙げられるが、いずれも、計量単位として、取引や証明に用いられることは皆無である。以下の例において、差しやマスの数値が計量上用いられているように、思われる例であっても、それは、計量単位としての使用ではなく、型番や故障としての使用に過ぎない。型番や故障は、 軽量単位そのものではないので、軽量法上も認められている。例として、テレビ受像機のサイズ故障、46型テレビ、由来は、インチがある。木造建築や和裁などの分野では、刺しやクジラ弱が現在でも使われており、かつて闇業者の製造した粗悪品が出回り、大工職人が施工する際に混乱したり、書類送検、 逮捕されるなど、日本ののメートル厳格運用によって、日本では社会問題が発生したことがあり、a 六助が借還報復権運動を巻き起こした。このため、軽量単位の規制が日本の伝統や文化の中で著しく不便を生じさせている場合は、その度合いを最小限に止めるよう、制度の柔軟な運用を行うこととなった。1977年。 昭和52年の軽量行政審議会で議論が行われ、尺相当メモリ付き長さ計、尺相当の長さのメモリが付いているが、値はメートルの物差しはメートル法による物差しとし合法であるという判断がなされ、これに基づき販売が認められている。差し相当メモリ付き長さ計は、差し、寸のメモリ表記ではなく、1、33メートルほどのメモリ、 曲がり金相当または1、26.4メートルごとのメモリ、クジラ弱相当というように、表記上はメートル法を採用しているため、メートル法による物差しである。これは三角スケールのメモリにおいて、1、150メートルや1、250メートルメモリの物差しがメートル法によるものであることと同じである。尺相当メモリ付き長さ計の姿形は次の写真のようなものである。 実際の運用は次の通りである。計量器にかかる表示、借感法がメートル法と全く異なる要素はすべてが一律の重心法ではないという点である。10倍を繰り返さない十の単位が用いられたり、6重心法の単位が用いられたり、6で割り切れて10で割り切れない単位が用いられたりするのが特徴である。以下の換算数値は9。 昭和26年法律第208号第4条第5条に基づいている。長さ、距離の単位、度両項の度は、差しを基本の単位とする。他の単位は、差しと独立に発生したと考えられるが、後に差しと関連付けられ、その整数倍、または整数分の1となった。差しは、時代や地域によってその長さが異なる。また、 同じ時代でも、目的などによって、複数の刺しが使い分けられてきた。今日の日本では曲がり、ね、金、金金弱、単に尺といえば、こちらを刺すと、その1.25倍の長さのクジラ尺、法令上はクジラ弱弱が残っている。詳細は刺しを参照のこと。高さについては刺しのみを用いる。例えば、日本アルプスは約1万尺のように言う。 深さについては広、イコール六尺が用いられる。間については、一間が六尺と明確に定められたのは、明治の土量工法においてである。それまでは、間は建築の際のモジュールを規定するだけで、およそ六尺という以外は特に定めはなく、間を用いる際は、それが何尺何寸であるかを示す必要があった。差しの系統とは別に、通貨一分線の直径を基準とする。 分、門という単位があった。一分線の直径は時代により若干の誤差があるが、おおよそ24ミリメートル8分であった。分は足や靴の単位として用いられた。都門は124センチメートルである。面積の単位にはメートル法と同じく長さの単位を組み立てて、方寸、平方寸、肩弱、平方弱、方上、平方丈のように言う。 ただし、土地の面積、地積については特別の単位が用いられる。地積の基本の単位は壺、または符である。壺、または符は一辺が六尺の正方形の面積で、すなわち三十六平方尺となる。田畑や山林の地積には町、藩、瀬、符を用い、宅地や家屋の地積には壺、豪、尺を用いる。なお、合わせ、尺は、 体積の単位を流用したものである。町、藩、瀬については、その値が1ヘクタール、10アール、1アールに非常に近い、実用上は等しいと言っても良いため、西洋の諸国では、困難を極めた地積単位のメートル法への移行は、日本ではスムーズに行われた。ただし、壺だけはメートル法の単位で、切りの良い値にならないため、現在でも使用されている。 5、尺は用いられず、壺に小数の値をつけて表される。負も用いられることはなく、電波か、三輪の地積については、R や平方メートルが用いられている。田畑や三輪について、面積の値が待ち、半、背で終わるときに、通常、その後に符をつけて、ちょうどの値であることを明示する。例えば、山頂ではなく、山頂部のように、また、 二丁四単部、六単八セフのように言う。町よりも大きな面積については、一辺一理の正方形の面積を示す、法里、イコール千五百五十五点二丁十五点四二三キロメートルを用いる。体積、溶積の単位、土量項の量は、マスを基本の単位とする。マスの大きさは、時代や地域によって、 大きく異なる、詳細はマスを参照のことが、マスと他の単位との関係はほとんど古代から変わってない。日本でマスが現在の大きさになったのは江戸時代のことである。尺未満の単位に関しては、小、細、つまみ、計、俗、いずれも単位ごとに十分の一となるという単位が人工期などの書物に載っており、さらにその下にはキビ、 シーナといった単位が存在するが、これらは、日本の休憩療法施行法では、定義されていない。土砂などについては、六尺立法に相当する縦壺、単に壺ともが用いられる。また、一立法弱を彩とも言う。彩は、運送業において、彩縦運賃、体積を単位とする、料金体系という用語が残っている。ヤードポンド法の立法フィートが、 際に近いことから国際航空貨物の堆積立て運賃との整合の便宜のため慣習的に利用されている。質量、土量項の項は現代では抜きを基本の単位とする。これは明治24年1891年交付の土量項法において抜きは国際キログラム元気の4分の15の質量、すなわち15。 4キログラムイコール3 7 5ラム、と定められ、旧昭和26年法律第208号においても踏襲された。江戸時代以前は量を基本の単位としていた。量外省で用いられた分動は量が基本単位であり、門目は補助的な単位となっている。この分動は江戸時代を通じて後藤四郎兵衛家のみ政策が許され、 それ以外のものの製作及び使用は禁止された。しかしながら、超銀及び豆板銀の通貨単位は、両目、質量の実測値であり、小判の通貨としての単位である、量と区別する意味で、門目が用いられることになり、一般的に質量の単位としては、門目が広く普及した。門目は、もともと、中国で用いられた名称は、線であり、線か、 日本では一分銭一枚の質量を単位としたものであった。一分銭千枚分の質量として定められたのが抜きである。抜きは通貨の単位千分。江戸時代には一般的に小白鳳と称して九百六十分。明治時代には十銭としても用いられたので区別のために質量の方は缶目、通貨の方は缶分と呼んだ。キログラムへの換算は 軽量法施行法、昭和二十六年法律、第二百八号に基づく、抜きの換算係数に基づくもので、江戸時代はこれよりやや小さい。なお、量は、軽量法施行法、昭和二十六年法律、第二百八号においては、定義されていない。金基準の質量の分量単位として、体積の単位を流用した合わせ、金の六十グラム尺、 合わせの6ムが用いられることもあった。土量工法における元も々ともとの質量の単位の基準は、キビの質量であった。環状率歴史に、ゴンジャ種、量、金、人石石なり、ゆえん物平らせ地軽重なり、本義を交渉懲竣、1ゆえ姿1200キビへ12種、量のため量、24種ため量、16量だめ金、 三十金ため一し、四一しため一しとの記述があり、これはきび千二百粒を十二種、後に種と略記されたとし、これが二つで一両とするものである。両には二つという意味がある。これから二十四種が一両、十六両が一金、三十金が一一し、四一しが一国となる。関の土両校では、下両の質量が、漢所律歴史に、 しげじひとしと記載されており、これに基づくと一量は3.8八千も目程度であったが、随代にこれの約3倍の大量と呼ばれる精度ができ、東大になるとその質量が11%ほど縮小している。中国の学者が算出した過量による単位と、暮れ省落の中国土量講師による随代及び、東大の単位をグラムに換算したものを以下に示す。 質量の単位の線、門目は、この系統とは、独立して発生したものである。すなわち、改元通り、宝は10枚で24種、すなわち1両を言う、基準で作られた。この1枚の質量は1、10両で、これを1線、門目とした。ただし、鋳造貨幣というものは質量を均一に作成する、ことは困難で、質量の1線、門目の基準が、改元通り、 だからというわけではない。金貨、銀貨は、鎌倉時代以前の発足時はその質量によって価値が定められ、当初は一両の質量の先が金一両であったが、次第に質量と額面が乖離するようになり、室町時代にはすでに桂木金一両は4.5問目となり、安土桃山時代は桂木金一両は4.4問目、田目金一両は4問目前後へと変化した。 江戸時代初期の計状小判は計名一両を基準として、両名が定められたが、後の貨幣改中により、含有率や質量の劣る小判が発行されるようになり、質量単位と通貨単位との乖離はさらに拡大した。関数字としての小数を表す文字である、分、部は、数値としてはを表し、輪んを表し、毛わを表す。例えば、長さの単位としては、寸のが一部、 質量の単位としては、問目のが1分となる。これらの文、輪、ケは、計量法施行法、昭和26年法律、第208号で定義されていた。なお、日本ではを表す具合として、割があった。そこで、割のを、分割のを、輪とする用法が普及した。例えば、0.3253割2分5輪と表現する。この用法のために、 分が1、100を、輪が1、1000を意味すると誤解されることがある。詳細は、分1、100を意味するとの誤解を参照のこと。体積や面積、また、金基準の質量の分量単位については、上に示したような分、輪、毛などの系列の単位ではなく、合わせ、尺といった単位を用い、合わせは、基本単位の、尺は、合わせのとなっている。 合わせ、尺は登山道の到達の目安を示す単位にも用いられる。原則として、ふもと0目から頂上、10号目までを10号に分けるが、測量で距離や標高などを正確に等分するというよりは、長い年月をかけて登山者の感覚で習慣的につけられたものであり、実際に歩いて登る際に要する時間が、おおよその基準になっているため、 険しい場所や坂の急な場所では1号の長さが短くなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。